にちは。お天気をお伝えします。先週末は記録的な暑さとなりました。おととい土曜日の最高気温は札幌で 29.7 度、網走などで30度を超えて、10月に道内で真夏日となったのは観測史上初めてのことです。ではこの先どうなるのか。明日を境に気温は急降下、きっかけは前線の通過です。雨が降るとともに一気に寒さがやってきます。ということで今日のポイントです。過ごしやすい陽気は今日まで、衣替えは早めに進めておきましょう。では今の札幌の様子です。今日はまだ昼間は薄着でも過ごせそうです。では午後の天気と気温です。太平洋側で雲が多く、昨日より気温は少し低め、それでも20度前後と軽く羽織るものがあれば過ごしやすい気温です。オホーツク海側では日差しがたっぷり、昨日の肌寒さは和らぎます。札幌は晴れ間もあり、気温は22度、日差しの心地よい陽気となりそうです。そして明日は季節を大きく進める雨が降りそうです。さらに大雨となる恐れもあります。明日は道内を前線が通過する予想で、大気の状態が不安定となります。朝から広く雨が降り、激しい雨となったり強風を伴う見込みです。明日昼までの24時間で最大150ミリの雨が降り、土砂災害や河川の増水、道路の冠水に十分注意が必要です。変わって今の函館を見ながら週間天気です。明日は雨が降り始めると急に寒くなります。風が強まるので外出には大きい傘と上着をお持ちください。明後日以降は標高の高い山や峠では雪の便りが届くかもしれません。峠越えの際はタイヤ交換をしてください。そして平地でも寒くなり、秋物のコートやセーターの出番となります。